太陽、おはよう。最高。はい、じゃあ行きますか。終わらせるぜ、GMT。Let's go。Hey, good morning, JMT 14日目 Day 14 オメガでございます。くっそ寒かった今日。今日はレッズメドウとデビルズポストパイル行きたいと思います。レッツゴー。ウォー。ジョミアトレイルはカリフォルニア州にあるロングトレイル、マウントウィットニーからヨセミテを目指す。現在ここ。それでは行ってみよう。Day 14。文明飯がうますぎる。レッズメドウとデビルズポストパイル。やった。今日は晴れた。最高や。太陽、おはよう。俺を温めてくれ。光合成をさせてくれ。日陰は寒い。はあ、寒い。全体的に霜みたいな降りて白くなってんね。やった、太陽来た。光合成、溶かしてくれ。メシイエーイ。芋冷たい。レッズメドウの方に来ました。ストアーイエーイ。 That's what I want イエーイ。さっきちょっと食べたけどまだ食べれるぜ。 I'm hungry だぜイエーイ。ジェネラルストアー。ジェネラルストア結構いろいろ売ってる。いい感じ。カフェ。Yeah, I got hot chocolate. ココアゲッツ、めっちゃうまそう。最高。いただきます。やばい。めっちゃうまい。うまいの、うまいのよ。RC コーク。Yes.トレイルの途中でこんな味わえるの、ね、えぐいな。めっちゃいい。いっちゃん、いっちゃんおはよう。いっちゃん、朝ごはん。ウーモーニングブリトー。グーモリモリ。いただきます。やばい、モリうま。イエーイ。めちゃくちゃうまかった。もうお腹パンパンや。頑張らんと今日ポンコツになってまう。デビルズポストパイルナショナルモニュメント。イエーイ。デビルズポストパイル見に行きたいんでこっち行きます。あの遠くに見えるのがデビルズポストパイルですね。あれがデビルズポストパイルですね。鉛筆みたいな形の六角形の柱がいっぱいくっついたようなちょっと特殊な石の形のところです。いやここね、何年か前に車で来たことあるんですけど、まさかハイキングで歩いてくることになるとは思わなかったよ。デビルズポストパイル見てきました。すげえ普通の観光客いっぱいおった。仕事に戻るぜ。Alright, GMT、 ここで PCT とお別れだ。イエーイ、JMT、Let's go! こっちがデビルズポストパイル、こっちがインヨナショナルフォレスト。Let's go! クリーククロッシング、トカ作戦、よっ。行きまーす。ふぅ、詰めて。シャーライク。これがシャドウレイク。ここを今日のキャンプ地にしたいと思います。 OK、 テント張りまして、釣り行きましょう。レッツゴー。あったかくなってきたらまた蚊が復活してきてさ、やだね。シャドウレイク。ふぅ。あ、抜けたか、抜けたか。あ、いるか、いる。結構大きいかも。おー、めっちゃ引く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 けどやめて。おいでやすって。でっか。
でかいわ自分。めっちゃ綺麗。でかい。イエーイ釣れた。もうね13か4はある。これちょっと逃がしましょう。ありがとうございます。トイ。でかい。シャドーレイクでかいぞ。本当はねめっちゃ料理したかったけど今日は料理しない予定だったんで。って感じ。めっちゃいい。イエーイ。ということでテント戻ります。レボーティーンお疲れー。イエス。おやすみなさい。バイバイ。デイ15 JMT やめました。ゼッケレックで釣り三昧。おはようございます。15日目オメガでございます。今日は釣りでいきます。レッツゴー。太陽はよう。9月になるともう朝寒いね。シャーレイクめっちゃ綺麗。行きましょう。レッツドイッ。眩しい。ちょっと反応がないんで場所変えます。場所変えました。来たっぽいよ。 OK。 よいし、イエーイ釣れました。どれぐらいやろ。30センチぐらいかな。よっしゃ来ましたよ。これレインボーっぽいな。こっち来てこっち来てこっち来て。よし釣れました。ウィーレインボー。めっちゃ綺麗こいつ。おかえりなさい。おかえりなさい。バイバイ。あ、来ました。めっちゃ暴れてます。めっちゃ暴れてます。よし。よっしゃ。うい。3匹目。どれぐらいあるだろう。結構でかいよ。イエーイ。ありがとう。よし。よっしゃい。うい。ということで、ちょっと3匹釣って満足したんで、次ガーネット行きたいと思います。イエーイ。お願いします。オッケー、じゃあハイキング戻ります。朝ごはん。いやいただきます。うん、やべえ、またジャパニーズの JMT 会いました。おはようございます。どうですか JMT ソファー今のところ。どうですか今のところは。今のところはカニもあんまり刺されない。そうですね。なんか夜が寒いってだけで。トゥロミからはカやばいとか聞いてたけど、うん、意外に平気だったね今のところはね、うん、あ、ほんと、うん、俺もうすんげーやられてよじゃあそんな感じで、はい、ちょっと道長いですけど頑張ってください。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。やべえ、俺も頑張ろう。リース。ガーネットレイクです。サウザンドアイランドレイクとガーネットレイクは同じような感じの見た目で、その2つはめっちゃ有名。イエーイガーネットレイク。ウフウフウ。イエーイガーネット着きました。ということでフィッシング行きましょう。レッツゴー。この辺深そうだな。かかりましたよ。かかりましたよ。こっちからあげようか。おいおい、ブリートラウト。でかいね。これ食べましょうか。これキープしましょう。食用は確保したぜ。ここにキープしてあります。こんな感じでもうちょっと釣りましょう。イエー。ポールで食った。よし、オッケー、イエーイ、来たぜ来たぜ。大きくね。せーの、ほい、イエーイ、大物。レッツゴー。おー、やべえ、でかい。来たっぽい。よっ、釣れました。イエーイ。こいつもでかいぜ。ほっ、オーライ。来ました、来ましたよ。せーの、ほーい、来ましたぜ。イエーイ。お願いします。
1匹キープしてあるやつがあるんで、それをちょっと料理して、お昼ご飯にしたいと思います。イエス、鱗あっさー行きたいねんけどな。身がサーモンみたいにちょっとピンクがかってるっていうか、やばくね。余計な水分を抜きます。塩、ブラックペッパー、アイエンペッパー、ソイソース、パウダー、中華だし。オッケー。イエーイ、できました。ブルックトラウト、イエーイ、食べましょう。いただきます。めっちゃうまそうやねんけど。イエーイ、ウォー、身ふわふわ、めっちゃうまい。うまうまっ。イエーイ、完食です。めっさうまい。普通のお店で売ってるやつ。イエス。よし、準備できました。ハイキング GMT モード入ります。ブルックトラウト、ありがとうございました。命いただきました。じゃあ行きましょう。レッツゴー。お願いします。次はサウダンダイナンドレイク行きましょう。レッツゴー。オッケー。ここがルビーレイクです。ルビーで、あれがエメラルドレイクで、向こうにちょっと見えてるのがサウダンアイランドレイク。見えてきたぜ、サウザンアイランドレイク。ここを今日のキャンプ地にしたいと思います。テントからのレッズメドウで買ったポテチなんですけど、山で食えるってめっちゃ幸せ。お願いします。サウザンアイランドレイク、レッツゴー。ここはどんな魚じゃい？レインボー、カモン、ワン、ツー、スリー、ゴー。ふー、でかい。しかもイエーイ、ゲットだぜ。16インチぐらい普通にあるぜ。すげえ、ありがとうございました。ドン、投げ、ういうっす、いったね。でかいぜ。さっき食ったばっかなのにちょっと食いてえって思っちゃったもん。なんか逃すのが欲しいって思っちゃった。来たよー、来たよー。よっしゃー、おい。ブルックラウト、さっきはちょっとちっちゃいけどいい感じ。イエーイ、疲れ様。ぷうぃー、飯、イエーイ、食べましょう。イエーイ、いただきます。ということで、おやすみっす。お疲れー。Day 16、 日本人ハイカーまた発見。35キロはさすがにきつい。おはようございます。 Day 16 JMT オメガです。やべえ、朝日待っててノリで投げたら釣れちゃった。イエーイ、ブルックトラウト、イエーイ、イエス。太陽、おはよう。山もおはよう。よし、今日も頑張るぞ。いや、来ましたぜ。オッケー、おいでなすって、イエイ、いいなすべつ、イエイ。本日っていうか GMT 最後だと思います。ありがとう。GMT ハイカー戻ります。サウダンアイランドレイク、ありがとうございました。太陽、よろしくお願いします。はい、Let's go。 ウォー、オッケー、GMT。 また日本人会いました。9人目です。はじめまして。はじめまして。今何日目ですか？今は6日目。6日目、このまま狙うらしいです。ウィットに
ていうかね、今ね朝日の生え具合がえぐい綺麗ですよ。もう映りめっちゃいいっすよ。じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。やべえ、日本人めっちゃ合う。さらにさらに日本人の方会いました。10人目です。はじめまして。ありがとうございます。 JMT どうすか。レイで食料買いすぎまして余分な食料持ったらすんげえ重くてめっちゃ上がる。自分もベア缶の半分から下なくなったことないですもんこの人好きやべえ、あの人めっちゃいい、話し合うわよし、じゃあちょっと気合い入れっか。 Let's go。 ウォー、Donahue Pass。 メッシー、いただきます。イエー、あの、すごい、めっちゃカエルおる。カエル、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 イエーイ。向こうに見えるのがドナヒューパスです。やった、ドナヒューパス、ドナヒューパス越えたぜ。主要な峠を全部越えたはず。こっからはエンチリングヨセミリ、イエーイ、ヨセミリ入りました。さっき PCT ハイカーの人とすれ違って喋ってたんだけど、このカバンレンジャーって言うんですけど、このレンジャー作ったダーウィンさんと会ったことある人で、あ、それでレンジャーじゃんって感じで言われて、せやねーみたいな感じになってすごい話してて、ちょっと嬉しかったです。なんかこのカバンめっちゃいいっすよ。 YouTube あのダーウィンさんっていう人が、ダーウィン・オン・ザ・トレイルっていう人がデザインしたやつで、もう PCT とかいろんなスルーハイクやってる人なんで、そういうウルトラライト系のアイテムがちょうどねパーフェクトフィットなんですよ。サイズも40リットルぐらいだから、まあ大体スルーハイクのウルトラライトって言ったら40リットルぐらいなんだけど、だもし自分がもう一回 JMT やるんだったら同じバッグ使うと思います。 So far so good。 Yes, let's go。 Woo!で向こうの方、車ある、シビリゼーションがある。ここがヨセミテの、ウィルダネスセンターっていうところ、その許可証とかパーミットもらうところなんですけど、他のハイカーがワンチャンここでハーフドームの許可証パーミットもらえるかもみたいなこと言ってたからチラッと寄ったんですけど、ダメでした。ということで普通に帰りましょう。レッツゴー。めっちゃ車通ってる。よし、こっからまたトレイル戻ります。カティドラレイクス、よっしゃ、今日はここをキャンプ地にしたいと思います。あー、今日疲れた、めっちゃ歩いた。イエーイ、テント張ろう。テント、そして飯いただきます。イエーイ、イエーイ。うん、そうか、もうジョンメルトレイももう終盤だね。いやー、まだ全然実感わかんねえけど、いい感じです。頑張ります。イエーイ、ウォー。デイセブンティーン。やっぱ寄せ見てすげえ。ついに JMT 最終回。おはようございます。JMT17 日目オメガでございます。朝の2時50分ぐらいなんですけど、あと20マイルぐらいなんですよ。ゴールまで、ヨセミテまで。今日は早く出ようかなと思って、今からパックして、ゴールを余裕持ってできるようにしたいなと、今のところ思っております。今日終わらせようと思います。JMT17 日目、スタートです。じゃあ、ちょっと行きます。レッツゴー。ウォー!ヨセミテバレー 19.6 マイル。見えるかな、これ。キャセドラルピークで、見えないと思うんですけど、キャセドラルレイクがあります。いや、やっぱ、夜明け前の
スーンとした感じから歩くのっていいね。最終日にこういう感じで歩けてよかったなと思います。やってて、太陽おはよう。ふぅ、最高。Good morning, guys. Yeah. やっぱね、こういうのいいね。こういう瞬間大事。めっちゃいい。はい、じゃあ行きますか。終わらせるぜ。GMT。Let's go。お願いします。この霜と向こう側の太陽の光のコントラスト。やべえ。Yosemite Valley 14.1 22.6km. Let's go. あれがハーフドームです。右側のボコってなってるやつがサブドーム。お願いします。ジョーンのトレイル211マイル340キロ。やったぜ、やった終わったぜ。きつかった。いやジョーンのトレイル、やったぜ、終わったぜ。マジでやった、死んだ。やっと着いた、うちのバイク。お疲れ様でした。最高です。やっと準備終わった。めっちゃ時間かかった。乗り方わからんくなっててバイクこかして助けてもらったやーべえな俺。お願いします。ジョーミョトレイルお疲れっす。ということでピザ食いて、レッツゴー。イエーイ、最高だぜ。やべえ、めっちゃ食った。もうめっちゃ楽しい。頑張った。いやー、最高です。よっしゃー、終わった、JMT。このためにやったのか分からんけども、今思えば全部楽しい。JMT 最高、イエーイ。ということで、一旦、ジョンミュアトレイル編はおしまいでございます。これからはバイク旅しながら LA に帰りたいと思います。ということで、お疲れ様でした。イエス。